はい、皆さんこんにちは、まずはアイスブレイクトークからしていきたいと思いますが、アイスブレイクって緊張を解いていくような感じじゃなかったですか？本当に？いや、そうですよ。本当？そうですよ。本当かよ。アイスブレイクってやっぱり、いや、まあ、今日ちょっと考えてきてたんですけど、はい、僕髪切ったんですよ。知ってる？見たら分かる。あ、分かります。そう、メラビアンの法則っていうのが最近僕知ったんですよね、はい、中田敦彦の YouTube 大学見てて、見た目ってすごい大事なんだなと思って髪を切りました、うん、どう思いますか？今の方ができそうですか？いや、前よりは。ありがとうございます。この動画を見て、かっこいいなと思った方はコメント、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。フェザーホーム社長千田裕也チャンネルの陽平です。株式会社フェザーホーム社長の千田裕也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、千田さんちょっとお伺いしたいことがまたございまして、ご自宅に来ちゃいました、はい、今日は、時間の使い方ですね。時間の使い方を、はい、ちょっとお伺いしたいなと思って、はい、今日は大事だね。時間めっちゃ大事だと思うんですが、何せうまく使えないんですよね、うん、なんかよく人は24時間しか与えられてない、うん、その中で何をするかがすごく大事だっていうね。もう僕はもう完全に48時間ぐらいあるのかなぐらいなペースで生きてる感じですから、もうね、とこ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 とノロマな感じですけど、それをなんかギュッとできるのかなと思ってギュッとできるかできないかはあなた次第。はい、ありがとうございました。なんだそれ。なんかそういう技とかがあるのかなっていう。ですね、はい、時間の使い方は大事ってこう皆さんね分かってるわけじゃないですか、はい、で私も分かってるけど、私も使い方分かりません。でこれって正解っていうのはないわけであって、24時間限られた時間でどれだけの成果を出せるのかっていう中でみんな生きてるわけですよ、うん、だけど思うような結果が出せない、思うようにいけてないから時間の使い方ってなってるわけですよね。ああ、そうですね、そうですね。でだ、はい、私の過去を振り返りながら自分がじゃあ今どういうふうに時間を使ってるのかっていうのだけを今日ちょっとお話しして、正解とかうんぬんじゃないんだけど、人それぞれじゃないですか、この時間の使い方は。そうですね。ちょっと私、フェザーホーム代表の千田裕也の時間の使い方をご紹介したいと思います。まずですね、時間の使い方で人それぞれ、これ僕の持論ですよ、効率的に動ける時間帯、人それぞれ俺違うっていうふうに思ってるんですよ。例えば私だったら朝早く起きてみんなが寝てる時に何かこう事務処理とか今日やることをやると、めちゃめちゃパソコンとか仕事が私進むんですよ。ところが日中じゃあ会社に行って何かを作ろうとかそういう風にやると全然進められないの。なんでかって人がいるから。私はね、人がいると人のことの方が重要視されちゃう。自分のやることより人のやってることとか気になっちゃうから手がつかなくなるタイプなんだね、はい。なので朝の早い時間、誰もいないところが自分一人で何かを作る、ゼロから一を生み出す時の一番使える時間っていうふうに割り切ってるんだよね。これ陽平はどう？一番はかどる時ですよね。そうそう、簡単に言うとそう。そうですね、はかどる。でも一人の時が二人いるとふざけちゃうんですよね。なんで一人の時がはかどる時間になりますね。だったら一人の時間を多くしてはかどらせた方が時間の使い方としては良くない。ああ、そうですね。じゃあなんでその仲間といたり仲間といたくなるのか、はい、って俺は考えたわけよ。じゃあ俺は寂しがり屋だってこと、うん、人といないとなんか心がちょっと大丈夫かなって不安になるから俺人と会いたくなっちゃう。じゃあ日中昼間はなるべく人と会って、あ、なんか新しい出会いもあってこれから若くするぜとか、あ、この人と会って元気をもらえたとかっていうチャージタイムですよね、うんうん、そういう時間の効率化を考えて生きてる。
なので何か事務処理とか書類作成とかゼロから1を生み出すのは早朝か寝る前一人でみんなが寝静まった時間ってどっちかでしかやらないのよ。使ってる。そうだったんですね。へえ。だから日中ね、いろんな人と会ったりしてるけど、なんかヘラヘラしてる人だなって多分みんな思ってると思うんだけどでもそれはもうそれでいいというか、うん、そういう風に楽しく日中は人と会いたいに、うん、もう完全意識をして意図的にやってるので、うん、まあまあ俺はそれでいい。でも実は朝早く起きてそれをやる前に作るものを作ったりやることやってるし、うん、寝る前に一人で、子供とかみんな寝て、ね、静まってる時にブワーってやるものがめちゃめちゃそういうの作れる効率がねいいっていうのは自分で気づいてるから、うん、そういう仕事とタスクは朝と夜に分けちゃう。でも結構それ当てはまる人多いですかね、うん、というかそういう人の方 しかない、うん、ほとんどだけど何が言いたいかってそういうところまで理解して分解してやってるかどうかっていうところで、うん、ねやるのはやっぱ違うかなって思うけどね。そうですね、うん、なんか夜にできる人は多いけどそれに気づけてる人がいないっていうことですよね。そうそうそう、だから気づいて自分が意図的にやってるってことが俺は重要だと思う。うん。あ、確かに。でも日中もなんとなくやらないといけないんだろうなってダラダラやってで夜に結局追い込まれてやってるみたいな感じで思ってたんですよね、うんうん、でも本当は夜の方が効率が良くて昼間はもっと効率がいいこといいところいいとこがもしかしたらその人であるかもしれないですね。そうそうそう、そういうこと。なのでその時間の使い方っていうよりは、うん、時間で一番ベストパフォーマンスができるのは自分はどこなのかっていうのを一回見つけることが重要かなって思う、うん、ちなみに見つけ方とかはやっぱりそこは人それぞれとかですか。やっぱ自問自答するしかないよね、うん、でもこうやって考えたらさ分かるじゃん、なんとなく。うん、そうですね。そう、考える力、考える時間を取ってないだけだよね、きっとね。うんうんうん。だから私なんかは早朝にそういう事務処理とか作成とか01とか企画案とか、うんうんうん、こうどういうふうにやっていくかっていう何かを生み出すものはもう絶対朝って決めてて、うん、日中は社員とかこういろんな方々に会ったりそれこそ営業活動したり、まあ、お客さんの役立ちをする。うんうんうん。で夜は、まあ、新しい人脈を作るだったり、まあ、今なかなかあれだけども昔はね懇親会とか、うん、いろいろそういうところでどん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 こうお酒がある場所とかでもそういう新たな出会いをこう、ね、うん、経営者の方と会ってまたインプットする。で朝起きてやっぱ昨日の経営者言ったらこうだな活かせるな、うん、よし作ろうバッてやる。朝昼晩のそれぞれの目的があるから、はい、使い方としてはそういう意識をしてるかな。めっちゃ効率いいですね。確かにそれはでも効率が良かったのはずっともう10代とか20代の頃からっていうわけではないですか。20代の頃はやっぱりちょっと時間の使い方下手だったなとかっていうのって、いや今でも下手だと思ってるしもっと上手い人はいるから、はい、だけど使い方っていうかその意識の仕方しか俺もわからないよね、うん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 、だけど今、ね、フェザーホーム代表として、はい、一会社をこう経営する立場ではそういう考えと使い方を意識してますよっていう。あ、具体的に、うん、明日から、できることとNG なこと、うん、これはやらない方がいいよこれはやった方がいいよみたいな、うん、まあ、これはやった方がいいよっていうのは今のことになるかもしれないですけど。いやそんなのだから分からんけど、はい、さっきから話してるようにその自分がベストパフォーマンス一番輝くのは朝なのか昼なのか夜なのかっていうのを、はい、多分見つけたらいいんじゃないかなと思うね。あ、そして人がたくさんいるところの方が自分がベストパフォーマンスなのか、はい、人がいない方がベストパフォーマンスを発揮できるのか、はい、っていうのをちょっと自分なりに理解する、自分で自分を見てみることがいいんじゃないかな。はい、わかりました。じゃあ明日から僕は、夜にやって昼は遊びます。違うけど、まあまあまあ、うん、遊んでもいいんだけど、遊ぶとかじゃないですとかじゃない、うん、まあ皆さんもぜひね
まあ、遊んだりして、まあ、やるときやる、やらないときやらないみたいな、このメリハリがあった方がなんかやりやすいのかなっていうふうに僕は思いました。なんか仕事をしやすいっていうか、まあ、そういうことじゃないですよね。はい、いや、まあそれもそれでいいんじゃないですか。いいですか。この動画を見た方はぜひ明日から自分の活動時間を見直し、そしてその活動時間内にことを終わらせ、そして、コメントといいねをしていただけると嬉しいなと思います、はい、どうでしょうか。こんな感じで閉まっちゃわない、閉まっちゃわないですよね。全然閉まってない、ね、はい、まあいいんじゃないですか。いいですか。ということで、はい、今日もこんな動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。まあこういう若いメンバーとですね、まあいろいろと今頑張ってやってますけども、私も日々勉強でこれからも努力していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。